どうも、こんばんは、エヌメです。今回はついにリリースされました物語ぷくぷくの思い絵馬ぷくジェムガシャを引いていきたいと思います。ガシャの詳細を見ていきましょう。10連で、星4以上は1体確定なんですけども、星5があります。提供割合 2% ですが、星5は結構ね数いるんですよね、最初から。で、僕が狙ってるのは、忍なんで忍ちゃんすねちゃってさっていう、思い絵馬、星5の思い絵馬を狙うんですけども、まあ、全体で見ると 0.29% だよっていう、かなりですね渋いんで、今回50連くらい引いていきたいと思います。まあなでこも欲しいですね。まあなでこか忍かでいきますか。よし、いきましょう。じゃあまず10連ですね。まあチュートリアル終わって1回、10連引けるんですけど、まあそれはコインでも引ける方の10連かな。まあ石で、石溜まってる分で引いたんですけどね、その時は星5出ませんでしたね。メメが出たのかな、星4で。おっと渋いね。まあこの時点でちょっと分かっちゃうっていう、こっから確変みたいなのは起きるのかな。最初エマがこうバーって10連回った時に銀色だったら星4で、金色が混ざってたら確か星5なのかな。でそっから確定演出があるかどうかは分かんないんだけど、まああったらいいですねという。これはあれですね、星2か星3なのかな。何か見えるかい。まあ始めたばっかで全然分かんないんですけど、こうガシャをいっぱい引くことによってなんかこうあるんですかね、外れてもこうメリット的な、売ればなんかなるよみたいな、まあ、コインには、ね、なると思うんですけど、まあそこら辺全然把握しきれてないですね。まあ、ガンガンいきましょう。で星4と、ああファイアシスターズね。で、そう、このチケットも結構貴重なんですよね。10連引いて1枚だから、今ピックアップされてるのがあれかな、カンバルと戦場ヶ原なのかな。まあ俺は忍が欲しいんで、忍がピックアップになった時までちょっと取っておこうかなと思ってるんですけど、じゃあ20連目いきましょう。まあ、どうにか星5欲しいよね。おお、星4が2枚か。渋いね。結構渋いね。まあここから確変とか起こってくれればかなり熱いんだけど、ないかな。はい、星4、あ、メメね。これ2枚目ですね。この EXP アップっていうのはあれかな、ダブった時に起きるのかな。星4と羽川、あ、これあれだっけ、思い絵馬と普通のなんだっけな、もう一個あるじゃん、もうなんか一種類ずつあるんだよね、打てるスキルに。さあ頼む。うーん、渋い。なんか星4はなんか1枚1枚増えてるんだけど、星5が出ないと。星4あららぎ、渋いね。これ30連目かな今。なるほどね。この EXP でアップしていくのはどこまでアップするんだろうな。3翼キャッツ、なんか BGM 付きって書いたのはあれか、なんかあるのかな、星5についてんのかな。さあ40連目、そろそろ欲しいよ。そろそろ欲しいよ。なんか爆死で終わりたくねえ、マジで頼む。にょー、きつい。きついな。渋いぞ。おい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 、デートをします。渋いですよ。そろそろ星4かな。なでこ、かわいい。カレンか。じゃあラストですね。ちょっとマジ欲しいんだけど、頼む頼む。いせや、いや渋い。まあ、なかなか星5はね当たらないぞと、まあ、そう簡単には渡さんぞということなんですかね。
星4が2枚入ってんだよね。星4。あーなるほど、8くじね。さあラストかな。はい、ということ。あ、戦場ヶ原じゃん。ホッチキスをかな構えるのやめてくれ。チケットは12枚になりましたね。はい、ということで今回はこれなんだろう、爆死って言っていいんだろうか、星5出なかったんだが。はい、ということでお疲れ様でした。また、こっちの方もね動画ちょくちょく上げていこうかなと思うんで、また、ね、次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。